でだ。お主を逃がした罪だ。俺は何もしてねえし、あいつに罪はねえ。分かっておる。じゃが、容疑が晴れるまでの間じゃ。でも、罪はねえ。その牢屋はどこだ？ごちゃごちゃうるせえな。いいから来いよ。何よ。ラストだ。逃げた。おえ。くそ。挟まれちまった。どうすりゃいいんだ。エリットだ。逃げられるぞ。おい、急げ。あれだ。なんて美しいスピリットなんだ。手を出たぞ。開けろ。それ、逃がった。これがスピリットなのか。そうよ、私のスピリット、アプカレルっていうの。シャードキャスターは必ずスピリットを持つのか。必ずじゃないわ。シャードキャスターの中でもスピリットを扱える人は特別なの。一流のシャードキャスターほど強いスピリットを持つものよ。だけど強いスピリットを操るにはシャードキャスターもそのレベルに合わせて強くなきゃダメなの。スピリットなのか。素晴らしいスピリットだ。誰？名乗るほどのものでもないさ。ただそのスピリットが欲しいだけ。その目の入れ墨、チーマット兵。そいつを渡してくれりゃ無駄な殺生をせずに済むんだが、やるしかないようだな。教えてくれ、お前は誰なんだ。
ちょっと！